コナン VS 仮面の男、当時のジャンプ読者の反応集。コナンの術すげえな、秘術なのかこれ。コナンの尻は迫力あったが時空間忍術使いに欠けてもねえ。コナンは港よりも前線してるね。地雷や相手じゃ微妙だったのに。仮面の男は甘く見ていたな。でまだら、三次意識過剰すぎじゃね。コナン何気に強いな。下手するとカカシより強いんじゃないか。コンマダラと互角に渡り合えるくの一って水影とコナンぐらいだよね。ジライアの弟子はみんな優秀だな。この葉に来た時はほぼ棒立ち要員だったのにね。長戸が万能だったからな。マダラにはシャリンガンがある。つまり現術コナンがマダラに与えたダメージも全て現術かもしれない。来週のコナンヤバいかも。わら、マダラは普通に地面の中をすり抜けたりしてたしな。さすがに地面の中にただ沈めるだけじゃなく透過を防ぐ何かがあると信じたい。コナン、港よりもマダラにダメージ与えちゃってるよ。実はかなり強いんじゃね。コナンが死ぬであろう戦闘なのに2回で終わるなんてことはないだろうから、秘術そんなもので俺をさらなる秘術って感じになると予想。マダラの小娘、レンコにはロタドンだけ小娘が好きなんだよ。でもマダラって92歳の格図よりも年上だしな。コナンが30-40歳でもそう見えるのかもな。これでマダラが死んだら面白いんだけど。コナンは言いたいこと言ったし死んだな。わら、次に死ぬのは誰だ。わら、コナンはすでにマダラの現術にかかってるってことない？マダラの書き方、なんか若く感じる。中身が入れ替わってるような。リンネガンは俺が与えたものだ。のコマが気合は言ってるけど、本当にマダラが長戸にリンネガンを与えたとしたらマダラじゃないな。仮面は永遠満下ですらないし。長戸の魂がペイン発動してコナンを助けたら燃えるな。コナンに燃える。コナンまで死んでほしくないな。マダラよりジライアの方が断然長戸と接触するのが早かっただろう。でもすでにその頃にはリンネガンだったから、マダラの言うのが正しければもっと前にやってる。暁の衣を脱いだら死亡フラグって言われてるから、もしかしてコナン死なないのか。にしても脱いだらすごいってことがファンブックでわかってるのに脱がないか。この展開の後、何をどうやったらコナンが死なないで済むのかわからんわら。長戸はジライアに陸道仙人の生まれ変わりかもしれないって言われてたし、マダラからなんかしてもらった自覚はなさそうだけどな。コナン暁の模様の意味は、マダラに論破されないように今考えました。ヤシコも長戸もわしが育てたって、マダラは仙人じゃなくて仙一だったか。長戸はそう思っていたからコナンにもそのように話したけど、本当は違うってのが今回の話かと。とりあえず読者視点ではトビが語っただけの情報はもう信頼奴隷だな。マダラの吸い込みってカカシのカムイに似てるよな。効かないって言ってたね。コナンの秘術、時計型麻酔銃。もう全部、それも私だ。って通用しそうなマダラ。コナンのは秘術だよ。しかまるとかしのとかいのいちと一緒。コナンはくのいち最強だな。それとも仮面が弱いのかな。それともコナンが強いのかな。自分で言ってる通り今の仮面は大して強くないのかもしれない。そもそも前世紀三代目、初代なんだしマダラは戦闘力はそこまででもないんだろうか。ここまでマダラの顔が出たのは初めてか。包帯してるのは顔を見せないためなのかな。マダラはリンネガン手に入れてもどうやって使うんだ。自分か誰かに移植すんのか。自分のヨロズハルと合わせるとか。死亡フラグ、コナンの過去回想 VS マダラのマント破れ。ここでマダラ死亡ってありえないから、コナン活躍は鼻向けのつもりかもしれん。それか誰か助けに来る。マダラどうすんだろ。オロチマルみたいに体乗り換えるのかな。それとも今やられてるのは現術とかか。コナンっていくつくらい。マダラって完全な狼少年だな。マダラは体なんてどんどん取り替えられるならマスクなんていらなくね。どうしても顔を隠したいっていうのなら、体は取り替えられないってことじゃないとおかしいだろ。転生仕立てのオロチマルとかは顔に包帯してたけどな。逆に同一性を保ちたくてお面してるんじゃないか。顔を変えられるのを隠したいんだよ。なるほど、そんな気が。ペインみたく死体を操ってるのかもね。トビの魂を乗せて。マダラ意外と目が若いな。とマダラの正体は勝俣くんだと思う。散らし方がそっくり。リンネガンを与えたとか言い出したし、自称マダラはマダラ以外の誰かかもしれんな。リンネガンを返してもらうって言ってるから、マダラの正体はやはり陸道仙人。現状既存キャラでマダラ以上のボスキャラいないから違うとしたらしょぼく見えてしまう。本体が目玉かどうかはともかく、前の体を取り替えていた血のアマテラストラップ免れたっぽい。自称マダラの正体は、鉄とかぶとは知ってそう。ここでまた飛びのキャラに戻ってほしい。マダラの正体十尾の意識大陸道仙人十尾を騙して力を奪った。実はコナンって港より強いな。つうかマダラも圧倒的には強くないな。コナンは江戸天長戸に殺されるとかなら面白そう。あんまし岸本を焚きつけてるとコナンが悲惨な死に様になるからな。わら、それこそ全身バラバラとか目玉えぐられたり。この後の展開は絶が来てマダラにベホマだな。コナンが叫んでる、かわいい、ねんくって目が座ってるコナンかわいい。カカシ先生はマダラに弟子入りすればいいのに、弟子の教育とか大尊流を学べばもうそんな術って呼ばれないし。マダラの包帯はなんだろう。マダラって実は体内に忍者の石ってのがあって、それが核なんじゃないかな。
だから死なない、失ったはずの腕が再生したりしてる。石の材料はうちわの命だからイタチにウチハを殲滅させた。でもマダラ特有の涙袋ちゃんとあったね。コナン、哀れな、瞬間移動できるマダラを奈落に落とすって無意味じゃない？即死技は大ボスには効かないお約束があるのにね。はい、終了、コナンさようなら。頭部以外は、舌のアギトから作ったものでしょ。舌が地面から突如として這い出てくるように、飛びに攻撃が当たらないのは、舌の能力な気がしてならない。神使いのコナンとしては、闇なんかうんこだよな。セルロースとか植物は、光がなきゃだもん。マダラって体借りてるのか？見た感じからしてあれはオビトっぽかったし、だとしたら、オロチマルと変わらんやんわら。オビトは右側が潰れて目は残り、左側は健在で目がないんだっけ？マダラ借りがたい燃えた竜で？左下のは全部右だったか？だとしたら岸本の伏線はすごいかもしれない。港村洗顔食らった時に左手首から先がドロッと液状化した感じになって、次のページではちぎれかかっていたぞ。そうだっけ？じゃあ違うかもな。アロエも燃えたらドロッとなるよな。そういやカブチが言ってたね。さすがはうちはマダラ、気が違うって。あれは皮肉屋のカブトらしい一言で自称うちはマダラの正体に迫る演出だったと思ったけどな。飛びイコールオビトだとして乗っ取った対象は体が成長するのか、実はちゃんと飯もりもり食ってたのか。マダラっぽい飛びさんは冗談ぽかった。僕飛び音符か、僕10尾かもしれないな。かもっていうかほぼそれで決まりでしょ。最初からボスを10尾に設定して逆算してストーリーを作ってるわけよ。オビトは飛びの正体を分かりにくくするためにわざと名前を似せて作られたかませ犬でしかない。コナン君には悪いが、マダラを神海には封じるとこができると思ってる奴は誰一人いないわら。オビトって4代目の弟子でしょ。マダラがオビトはねえよ。もう少しわかりやすく言えば変わり身の術のダミー人形だが、飛びと比較すればかませ犬。ヘブンズドア食らったかのような顔だなコナン。だからあれほどコナンをこの歯で保護しろと。爆発、マダラ、ズタボロ、コナン、ポンポン、ゴク。マダラの吸い込みって敵が近くにいないとできないよね。カカシのカムイのがうまく使えるようになれば強いよな。近くどころか直に触らないと吸い込めないんだろ。まあカカシさんのカムイはそんな術扱いだけど。コナン死んでほしくないけど死亡フラグへ。マダラ仮の入れ物がオビトだとしたらカカシが来ないといけないよな。他に知ってる人いねえし、だからカカシイヤーなのか。そもそもマダラの正体とかどうでもいいしな。自称マダラの正体がどうでもいいとか、ここまでいろいろ匂わせて散々引っ張りまくってきたキッシーなみだめだな。今まで何回か自称マダラとカカシ先生の対面があったけど大した展開なかったし、今更オビ人の体ですってことはなさそう。マダラよりネームバユー低そうなの黒幕に今更持ってこられてもねえ。トビイコールマラダさんの隠し子だった。サスケのこの歯嫌いはイタチのアンチこの歯と同じくらいフェイクだな。この歯上層にだけ恨みがあって、里は恨んでないだろうな。きっとサスケは最後ナルトと一緒にマダラ殺す。そういえばミオって出たり入ったりさせられたの？四代目水影であり、トビにやられるキャラだったり。港よりもコナンの方が仮面にダメージ与えてるな。NARUTO って一人のキャラ持ち上げると必ず他のキャラの株が落ちるよな。前提条件が違うのに比較しても意味ないよ。マダラの手の内知ってるかどうかとか、人質いるかどうかだけでもかなり違うじゃんか。コナンはある程度マダラの能力知ってたからしょうがないと思う。コナンばっか技見せて切り札までもう出してしまった。しかし、マダラはまだダイソンしか見せていない。コナン死亡フラグだなわら。港ってナルトにマダラに動きを全て読み切られていたって言ってなかった？当たってるじゃん、思いっきり。コナンは確かに仮面にダメージ与えたな。そもそも港とコナンじゃ状況違うから。まあ港は相手の素性も最初は知らなかったしな。万全の準備をしていたコナンとは状況が違う。起爆札なんかに当たるなんてマダラも大したことないよなわら。コナンのシラスの杉だろ。それになるとと下の歯をじゃねえ。それなのにとかっちゃう。 MAX こういう歯できねえ。バトルなんていいからコナン重傷か死亡シーンだけ書いて終われ。今更だがコナンとか長戸って名字ないのかな。ナルト界の名字の有無がなんで決まるかよくわからないが、3人はみんな名字ないよな。コナン負けるけど最後に死の蝶を1枚ナルトに飛ばすと見た。コナンはマダラの能力知らないで戦ってるみたいだから神を見合っても意味ないだろう。知らないから仕方ないけど。マダラ腕出すぎわら。左半身が黒舌だったら笑うのに。仮面マダラは死水で決まりだな。岸本藩、マダラの左目を執拗に隠したがるねー。左目はないということでしょ。いや、もしかしリンネガン持ってるんじゃないの？右はシャリンガン、左はリンネガン、あると思います。マダライコールオビト、マダラは腕が取れたんじゃなく元からなかった。なぜならオビトだからだドン。マダラの新暁の補充メンバー闇から足元が見えて顔のアップカカシを。お前は、リン久しぶり、カカシ。マダラがオビトなら決着をつけるのはカカシの役目になる。だがカカシが勝てるとはとても思えん。アニメでトビとオビトの声優って一緒だったりした？別人。コナンって今何歳くらい？
マダラが帯び取って肉体だけでしょ。しかもまだそうと決まったわけじゃない。わら30代後半40歳くらいかと思われる。天道つまりヤシコの外見が25、30歳ぐらい。ヤシコ死後に暁を立ち上げ最低10年以上経過。ここからコナンは35、40歳は言ってる。オロチマルの転生の術と同じだろ。オロチマルの面の皮が破れた時に波が出てきたよ。コナンの起爆剤でオビトが顔を見せただけ。マダライコールオビト肉体批判クリアは土下座ですね。港の時とコナンの時ではマダラさんの中の人が違うんじゃないかと予想。あと前もって相手に対する情報を持っていて準備していたかどうかという違いもあるから一概に比較できないと思うが、コナンはカブチマルが助けるよ。コナンと水月とオロチは体が神とか水とか蛇だけど、こいつらなんなの。みんなこの術が組んどけば大概強くなれそうだな。リンネガンの場所を吐かせるまでは殺しはしない。自習くらいでカブと稼いでコナン劣勢になる展開かな。つうかさ、マダラは物理攻撃を貫通させてしまうんだからコナンのあの地割れは意味なくない。片腕の地雷や登場。マダラって物理貫通するのにどうして地面は貫通して沈んでいかないの。水の上を歩くのと同じく足の裏にチャクラ張ってるから。貫通したいと思うものだけ貫通できるんじゃね。じゃないと服が切れない。それじゃ服は破れなきゃおかしいな。そうじゃなくて服の外側からの攻撃を貫通させる能力なんだよ。身も蓋もないけど少年漫画だからだな。術は服にまで作用するという設定なんでしょ。そうでなかったらコナンが神分身から戻ると真っ裸。そもそもコナン神分身なのに死ぬも何もない。本人が力を失ってるって言ってるしな。それで4代目とか圧倒したりコナン瞬殺したりしたら微妙だし、飛びって本当に誰なんだろう。まあ仮面で隠してるから顔がわからないけど中身は何人かいるってのが俺は希望かな。もしくは飛びは複数人いて意識を共有してるとかね。次回コナン死亡か。ご都合主義でジライアが助けに来るかも。実は死んでなかったみたいな。それだったら実は長門が復活させてたとかだろ。あれで死んでないはありえないわ。コナンかけるナルトはいつ見られますか。来週はマダラを封印してアンドスルもゾンビ長門を引き連れたカブトがマダラ救出。コナン絶望の流れだな。今のマダラはオビトの体を入れ物にしているってことでおく。入れ物にしてたのも違う。四代目水影を操ってたマダラが真の水影だったという意味だろ。どうせサスケは自分の意思じゃなくマダラに操られてたってオチだろ。みんなもそれなら納得とサスケを許してかん。サスケ生存ハッピーエンドにするならそうなりかねないな。しらけるけど他里の人間は納得ないだろうけどな。操られていたとはいえバカだな。戦争中の出来事は喧嘩両成敗でもそれでは全てが裁かれ、あまりに非現実的。互いが平和のために尽くしましょうとなるんだよ。飛びの肉体はマダラ、意志は十尾。何でもかんでもマダラが悪いって方向性がな。世界の敵を作って世界を一つにまとめ上げるってか。まあどの視点で書くかにもよるんだろうけどね。マダラにもそうさせる何かはあったのかもしれないが、悪者にも同情の余地がある設定はちょっともういいかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。